嘿、hey, 大家好，欢迎来到夏季巧克力与傲娇的圣堂，我是奇宇。好，我们今天要来玩我们的 EDN 啦，然后元气烘焙屋是不是没有人在看呢、啊、我不想实况那个东西，一时兴起想实况，结果之后呢来啦继续玩吧。好像是这个对不对？シオンは女性だ。護衛の中にも女性が一人いた方が望ましい。信頼できて腕も立ち、しかも女性、その条件を満たす軍人はそうはいない。小小的化妆几乎不带任何感情色彩，就像在来叙述吧，叙述事情一样淡淡的说。あなたはいつか後悔するかもしれませんよ。後悔なんてずっとしてるさ。そもそも軍人なんぞにならなければとずっとな。已经无话可说了。无人机的情况下，少校进了一个礼，随后沉默着往回走去。头脑非常清晰，五感也很敏锐。对着镜子看到的话，恐怕在镜子的另一方会看到像失去人性的恶鬼一样的表情。我坐在床上，一直盯着墙壁看，手里握着一把手枪。结果我除了这样以外，什么也做不了，只是遵照命令行事。感觉到了拉维的异常，却无法向他伸出援手。遵从上级的命令，和快要崩溃的拉维一起守护着石英，我能做到的只有这个。仅仅是用这把枪打倒眼前挡住去路的东西。他没有见过外面的世界，只是在这个什么也没有的岛上，一味的看着显示器，为了人类能逃往宇宙而不辞辛劳吗？之后被送往宇宙，就是他最初也是最后的旅行。私はただ世界を見てみたかったの。从失恋有了超高能力的那刻开始，就失去了自由。見てみたい。大空の下をかけてみたいと思ったら、私は止まれなくなった。連蓝天白云和微风都没有见过，不能就这样离开地球。ほんの一瞬でも構わない。優しい風の中で笑っていられれば、そうしたら。那就是把人类从念王中拯救出来的少女被赋予的命运吗？私は世界にさよならを言うの。姉さん、あんたと同じように苦しんでる女の子がいる。颤握着枪柄的手注入力量，或许姐姐的声音和石英所处的现实让我的心变得疼痛起来。微不足道的愿望和悲痛的话语，我必须要做个了断。刚能做出了断的最初和最后的机会，就现在就在眼前。那个时候的事情不能再让它发生了。那个时候，那个人让我叫他姐姐，突然出现住在我家的那个人，做饭、洗衣服、打扫房间、夏天干活什么的都不会，自然也无法用来扶枪去打猎，是个什么也做不了的。可是，ごめんね、何もできなくて。我喜欢这样害羞的说这话。すごいね、亮はまだ小さいのに何でもできちゃうんだから。姐姐用温暖的手摸着我的头。父母在某一天突然就消失了。早上起来后，桌子上只有一人份的早餐。那个时候，我们能做的事情就只有吃完早餐后，为了夏天干活而外出。きっと何か理由があったのよ。そうか，我侧着头。我现在住的这座山，在以前也到处住着人，但是住在山里的人开始一天天的减少，最后只剩下我们一家，
君のお父さんもお母さんもいつか必ず帰ってくる。だからそれまで泣かずに待っていなくちゃダメよ。うん。就像代替父母的存在一样，所出现的这个人，这个亲切的名叫夏木的人，我很自然的称呼他为姐姐。我每天早上起来给田地浇水，给鸭喂食，回家后做着两人份的早餐。おはよう。今日も早いのね。おはよう。もう朝ごはんできてるよ。すごいね、亮は。私のお婿さんにならない？え？我的脸变得通红，什么也无法回答。亮ったら面白いわね。何も本気にしなくても。今日姉さんはお昼抜き。ちょっとそれはないでしょ。悪かった悪かったから機嫌直してよ、りょうくん。自然的不是真的在生气，是在生气吗？其实是高兴的。虽然只是玩笑姐的话，让我感到很高兴。でも嬉しいな。え？りょうは私のこと。好きなんでしょ。现在口气轻颤的不是在开玩笑，其实说话时的语气很轻松，但是眼神是认真。然后我无法说出口，喜欢什么的无法说出口。やっぱりリオも男の子ね。意地っ張りなんだから。早く食べないと冷めるよ。不应用强硬的语气说着，我拿起了自己的叉子，可是姐姐却没有开始吃，而是暂时目不转睛地看着我。我和姐姐平静地生活着，除了有着好心情以外，姐姐什么事也做不了，只是每天只是吃饭睡。但是姐姐却告诉了我各种各样的事情。对于一直在山中长大，除了生存本能以外，什么也不知道我来说，姐姐的话很新鲜。行星将毁灭，为了飞出地球而造出的宇宙船的存在，持续战乱着的外面世界，各种各样的事情，听着让我心情激动。人々を次の世界に連れて行ってくれた女の子がいるの。とても強い女の子よ。人の未来を託され、祈りを希望に変えて、新しい世界への道しるべとなった。未来があるからこそ、人は生きていくことの大切さを知る。そんな当たり前のことを私たちに思い出させてくれたの。その子はどこにいるの？遠いところにいるわ。ずっとずっと遠いところ。今も彼女は終わりではなく、始まりをもたらすためにただ前だけを見つめて。でもね、前だけ見ていちゃダメなんじゃないかって、時々横を見たり後ろを向いたりして、もしかしたらそこに大切なものがあるかもしれない。落とし物をしているかもしれない。好きな人の笑顔があるかもしれない。たまには周りを見渡してみることも大事なんじゃないかって。私がそうだったから、いつも前だけしか見えてなくて、ただがむしゃらに足を動かすだけで、自分がどんな足跡を残してるのかもわからなかった。等一下、是怎么回事？本当は前しか見てなかったのね。何も見てなかったことが怖くて、自分が見たいものを、本当に欲しいものを探すために旅に出たの。そして君と出会った。
姉さん、彼女もここに来ればいいのに。亮はきっと彼女のいい友達になれる。何も根拠はないけれど、確かな予感がするのよ。等我一下。我觉得我很幸福，为姐姐做饭感到很开心。虽然姐姐说的话稍微有些难理解，但是仅仅听到那个声音，就让我的心中充满着温暖。可是幸福感往往会使人心变得迟钝。或许和父母一起生活时的我也很幸福。生活在幸福中的时候，什么也不会去想。不用去确认自己是不是幸福。到幸福结束的那天，我才第一次明白到已经度过了不知多少的宝贵时间。那个我本应该是知道，我是个笨蛋，没有考虑过哪一天会和姐姐分别。在结束早餐并收拾餐具的时候，感觉到手不对劲。说明是什么，但是感到害怕。那什么不好的东西正在靠近着。在预感到的瞬间，我拿出了来福枪，把所有的子弹放在桌上。亮，どうしたの？姉さんはここにいて。爸爸视线从门那里移开的我回答道：“应该不是熊什么的，或许是野狗之类的东西。如果破门而入的话，总之必须看看情况。”打开螺栓，给来福枪装填弹药。丢，そんなものどう？虽然身后姐姐这样说的时候，听到外面的脚步声，那个声音正向这边靠近。总觉得接近这里的不是野兽，像是人类。可是不好预感在不断的加重着，无法把来福枪从手上拿开。该怎么办？不管怎样，要用枪向人射击的话，但是姐姐她。头脑非常混乱，拿着枪的手腕微微的。やめなさい。对对对对对，我觉得颤抖着无法停止。姐姐的手和我那充满汗水的手重合在一起。多分、私にはもう分かったから、君がそんなものを向ける必要のない相手よ。そうでしょ？稲葉注意。好像是为了确认什么一样，姐姐把视线转向了门的另一边。经过几秒钟的时间，门被打开，一个男人走进来。よくわかったな。男人带着吃惊的表情，在离我们稍远的地方停下。稲葉注意なら、自分で私を迎えに来ると思っただけよ。なるほどね。さすがは夏ね。お見通しってわけだ。注意こそ。よくここが分かったものね。追跡任務なんて専門外でしょうね。専門外というなら君も同じだろう。いくら君の知能が優れてると言っても、初めて外に出て軍の追跡から逃げようなんて無理な話だ。这人是敌人。这人原来是我敌人。出て行け。我拿起来扑向对着男人行额中央。这个距离的话，就算闭上眼睛也不会射偏了。比起男人的行动，我和扣板机的速度更快。これはこれは。どこでこんな立派な騎士様を見つけたんだ、夏目。やめて。この子をバカにすることは私が許さない。たとえ君でも絶対に許さない。悪かったよ。男人困惑的耸耸肩，嘎吱嘎吱的挠着头。謝るからその銃を下げてくれ。おもちゃじゃなさそうだし、割と怖いんだが。お前が出て行けば、それで済むことだ。困ったな。バカにしちゃいけないとなると、本気で相手することになっちまうな。ちょっと待って。少
少しくらいなら待つのは構わないがね。男的语气变成婴儿的叮嘱。できるだけ早くこのクソくだらない任務を終わらせたいんだ。だから夏目、もう終わりにさせてくれ。これ以上揉めたところで何も結果は変わりはしないんだ。分かってるわ、稲葉中。姐姐轻轻的点点头，握住了来福唱场。姉さん、ありがとう、リョウ。でもね、もういいの。君の優しい気持ちが私は嬉しい。それだけで十分なの。让我放下来福唱。姐姐抱着我，从她的头发中传来阵阵清香。姐姐温暖让我停止了思考。姉さん、さよならよ、リョウ。ここに来て、私はたくさんのものを見た。空も風も、森の匂いや花の香り、湖の水の冷たさも、夜の静けさも、君との思い出は私の未来の先まで消えることはないわ。姉さん。姐姐离我远去。等一下，那份温暖向着我远去。好，我回来了，已经再也不会回来了。开始明白道。それでは行きましょうか。ああ。男人打开门，姐姐走出了房间，再也没有回头。留下我一个人，就像父母消失的那个时候一样。你姐姐为什么？为什么大家都不在了？回过神来后，我飞速跑出家门，姐姐还在那里，在几个男人的随同下慢慢走着。姉さん！姐姐背对着我停了下来，男人们用不解的目光看着我。但是不说什么的话是不会明白的。再等我一下。刘，泣いてはダメよ。男の子なら泣いてはダメ。泣いている暇があったら少しでも強くなりなさい。君は今でも強いけれど、きっともっと強くなれる。優しい君は人を守れる強さを身につけられる。これも私の確かな予感よ。私、君に出会えてよかった。本当に幸せだった。だから、いつかもう一度会いましょう。その時も君と会えたことを幸せに思える。そんな気がするの。泣かないのは大したもんだな。何をびっくりした顔してるんだ。さっきからずっといたぞ。ま、お前さんが落ち着くのを待ってたんだ。どうだ、
俺の話聞けるか？行く前に礼を言っておこうと思ってな。夏目が世話になった。幸せだったか。よっぽど楽しかったんだな、ここでのお前さんとの接点。それを壊したのはお前じゃないか。びっくりした。なんだ今のお前の動き、獣みたいだったぞ。以前に何か訓練を受けたことあるのか？うるさい。リーチの差がなかったら今頃こっちが悶絶してたな。危ない危ない。というか大丈夫か？つい思いっきり殴っちまったな。うるさいって言ってるだろう。お前なんかに心配されたくない。ほう、全然大丈夫そうだな。それなら安心だ。なんだこれ。俺の名刺さ。そいつを持って統一軍の基地に行きな。基地？入隊には少しばかり年が足りないだろうが、それは俺が何とかしてやる。まあ我が軍の人手不足は深刻だからな。試験に合格さえ、体は丈夫そうだし、まず受かるだろう。なんで僕が軍隊なんかに。夏目に会う方法を教えてやってるんだよ。黙って聞け。中にこもってても一生夏目には会えやしない。一番の近道は軍に入ることだ。なんで？彼女の身柄を預かるのが軍だからだ。だが夏目がいる場所には簡単には手が届かない。死に物狂いにならなきゃな。強くなれって夏目も言っていただろう。自分を磨くなら軍隊以上の場所はない。なんでお前の言うことを聞かなきゃいけないんだ。何が軍だ。お前たちの仲間になんかならなくたって姉さんを取り戻してみせる。夏目を守ることもできなかった奴が偉そうな口を聞くな。このまま山にこもって一生後悔を続けるのもいい。軍に突撃するのもいいだろう。だが二度と夏目には会えない。まずは自分の無力を知れ、世界を知れ。そこから全部始まるんだ。大人になるってことも含めてな。くだらない、余計なことを言い過ぎだな。俺は待てよ。なんだ。姉さんを連れて行っておいてどうして僕に取り戻す方法を教えるんだ。多分お前に取り返してもらいたいんだろうな。俺はあんたは姉さんと。さて、なんだろうな。大人同士だからな、定義づけができない
複雑でわけのわからない関係ってのもあるんだ。意味がわからない。安心しろ、俺もわからん。听到那清晰的声音后，抬起头来，哎，阿七真的很烦。把收音机当宝贝似抱着的女仆少女站在那里。またシオンをほったらかしにしてきたのか。驚きませんね。気づいてたんですか。一応、それなりに訓練を積んでるんでね。足音を忍ばせたくらいじゃ俺を驚かすのは無理だな。でもドアは開いてましたよ。それは俺としたことがとんだ油断だな。不知不觉苦笑起来。出乎意料，或许是因为这里的平静气氛让我大意。それでどうしたんだ。シオンにはちゃんと断ってきました。今は自由時間なんですよ。自由時間なら着替えたらどうなんだ。この服が好きなんですよ。お望みならリョウ君のお好みの服装に着替えてきますけど。いろいろコレクションを取り揃えているので大抵の要求には応えられると思いますよ。いや、いい。要件を話してくれ。前に言ったじゃないですか、好きな音楽番組があるって。ああ。今珍しく電波状況がいいので一緒に聞きませんか。默默的点头同意后，艾丽卡带着一丝微笑坐到了我的身边。常静静地弹了一下。たまにはいい音楽を聴いて心を和ますのもいいですよね。那说着，艾丽卡打开了收音机的开关，稍微有些杂音，在杂音消失后，从收音机里传来温和的旋律，听着像睡着一样，宁静而又无害，对我来说是毫无价值的音乐。如果是平时，我连一分钟也听不下去。可是现在这个像催眠曲一般的音乐却让我心情非常舒畅。いい曲が流れてるでしょ。ああばっかり。もうちょっとちゃんとした反応を返してくれるとお姉さんは嬉しいな。お姉さんね。ま、俺よりとんでもなく年上なのは確かだろうが。もう何だよそれは。ごめんなさい。年のことは言わないでくださいよ、気にしてるのに。今さら気にするのか。気にしますよ、女の子ですから。まあ見た目は女の子と呼んでも差し支えないが。中
身も乙女チック全開なのに。ショックです。非常に相当不満。いろいろ分かりにくいよな、エリカたちは。私たち、フェリクスってことですか？そうだ。偶尔混合着杂音的音乐让我起这种精神。姉さん、夏目もフェリクスだったんだろう。はい。今のシオンと同じように夏目もここに縛り付けられていた。そうです。そこから逃げ出して俺のところに迷い込んで。でもまだ研究所に連れ戻されて。はい、夏目は1年も経たずに戻ってきてしまいました。他姐姐在走着道业中位，把姐姐称作朋友的艾丽卡，并且回忆起过去和姐姐交谈过的事情，只有这个可能。他还在这里进行着什么研究？原来如此。姉さんは研究所で何を？彼女も移民船の開発に関わっていました。ソフトウェア開発の方でしたけど、シオンほどではありませんでしたが、フェリクスの中でもかなり優秀な部類に入りましたね、夏目は。それだけに政府からの束縛も厳しかったんです。多くのフェリクスはあちこちに散らばってますけど、夏目は計画の中心であるここから離れることを許されませんでした。寝ても覚めても同じ景色、毎日が同じことの繰り返し。外の世界のことなんて知らなくて、仕事以外に辛かったんでしょうね。それで研究所から逃げ出したんだな。だけど捕まって連れ戻されて。已经不能再犹豫了。现在如果不在这里问清楚的话，或许永远也无法知道真相。因为以前的我不想去知道，所以必须要问清楚。それから。死にましたよ。轻轻吐了一口气，并没有觉得惊讶，心中没有产生一丝延迟。研究所に戻ってきて。1年も経たないうちに。不可思議感觉得到解脱。有种堵在心灵深处的东西已经消失的感觉。心是我身体不知道多少年的苦闷消失了，心情开始变得明快，感觉世界色彩改变了。我坦率地接受了事实。フェリクスは不老ではあっても不死ではありません。彼女もごく初期に作られたフェリクスでしたから、とっくに限界は来ていたんです。急速に体が衰弱して、本当にあっという間でした。あっという間に夏目は燃え尽きるようにして行ってしまいました。もういい。え、よくわかった。姉さんはもういない、それだけのことだ。困扰着我青年的郁闷，只是一句话就能化解的程度。连和姐姐再次见面的想法，在很早以前就消失了。思考着姐姐到底在什么、哪里什么的，仅仅只是在参军开始的一到两年左右。在那之后，大事な人のために戦ってたなんて大嘘だ。人殺しの自分を正当化するための言い訳だ。戦争を楽しむための建前だ。そして
そのまま獣であり続けるつもりですか？狭窄的室内变得鸦雀无声。私は夏目の最後を見取りました。彼女はずっと小さいけど優しくて強い涼君。あなたの話を何度も何度も聞かされました。弱り切った小さな声で何度も夏目は語ってくれました。私はあなたのことを知りたかった。あなたに会って話してみたかったんです。会って失望しただろう。恐ろしかった。证明我对艾丽卡是点头同意。艾丽卡虽然看上去有些糊里糊涂，却绝不迟钝。我的本性守则对她来说一眼就能看穿。だけど、それは当然のことです。7年も経っているし、何より涼君は軍にいたんです。涼君は確かに人殺しです。でも、それが何だって言うんですか？夏目、だけど。まだ、あなたは、夏目を、一番大事な人を助けるために始めたことを、なぜあなたは否定するんですか？あなたは大事なものを取り戻せなかった。何が大事なのか、忘れてしまった。だけど、まだ全てを失ったわけではないでしょう。何もないさ。いいえ、涼君は生きています。生きているのは、やるべきことがあるからです。あなたはもう、何もできずに、夏目を連れ去られた頃のあなたじゃない。そして、夏目を守ろうとした優しい心も。だから、今の涼君には、できることがあるでしょう。エリカ、俺に何をさせるつもりなんだ？何も。私は自分が望んだことをやるだけです。涼君もそうでしょ？私はただ涼君が気づいてないんじゃないかなって思ったことを教えただけです。不是以前看到过的那种清澈又明快的笑容，而是那种清澈又安稳的笑容。不对，这样的笑容我仅仅见过一次，是丁天然研究所的时候震撼着我心灵的那个微笑。前に言ってたな、エリカとシオンは姉妹のようなものだって。はい。もしかして姉さんもなのか。姉さんもエリカと同じ遺伝子を。よく似ていると。しょっちゅう言われていました。だから私と夏目はいい友達でいられたのかもしれません。そうか、姉さんは之前安排有分别，即使离开有着什么千年的道业少校，就算那样也要见到外面世界吗？是什么驱使着姐姐做的那种程度？是因为生存了很长很长的时间，知道自己生命将要终结吗？フェリックスにも終わりは来る。エリカやシオンももちろん同じなんだ。私はしぶとい人なので今のところ特に良くない兆候はありませんね。ただシオンはそれほど長くはないでしょう。あの子は少し働きすぎましたから。ほとんど部屋から出てこなかったのは少しでも体力の消耗を抑えようとしていたわけか。それもありますが、シオンはプライドが高いですから、人前で倒れるようなことにはなりたくなかったんです。本当はいつ死んでもおかしくないくらいで。でもまだなんとかシオンは頑張っています。本人はそのことを気づかないシオンではありません。
甘く見ないでください。あの子は人類で最も優れた頭脳を持っているんですよ。自分のことには無頓着な奴はいくらでもいるさ。このままだとシオンは死ぬまで研究を続けさせられて、あの子はフェリクスの中でも飛び抜けて有能です。生みの親たちにも想像できなかったほどの能力を身につけていて、その要因ははっきり分かっていません。死後は体を切り刻まれて全身を調べ尽くされるかもしれません。新たな天才を作り出すためにシオンは死んでからも利用され続ける。少女结果，把他关在这个什么也没有的地方，一直晾着他，到死都不让他安息。他说是行因所处的现实，还有未来。エリカはどうするつもりなんだ？分かってるくせに、わざわざ聞かなくても。等一下，先让我看一下死。死後は、体を切り刻まれて、全身を調べ尽くされるかもしれません。メイドさんですからね。シオンが望むことのお手伝いをするだけです。そうか、そうだな。既然那是本来就明白的事情，思考着诗音的现状，艾丽卡的选择就一个，对我来说不是什么能听过就算的问题。可是诗音不是姐姐，我没有为了他而去做什么的必要，也没有可以为他做的事情。エリカ、姉さんのことを教えてくれてありがとう。だけど俺は人を殺す以外に能のない軍人だ。上官の命令がなければ何もできない飼い犬でしかない。鎖は引きちぎることができます。あなたのお姉さんはそのことを知っていたのですよ。作られた人間だろうと、罪にまみれた獣だろうと、生きている者には誰もが幸せになる資格がある。私はそう信じています。不知为什么就像是被抛弃一样，感觉如此的寂寞，像现在这个深深的寂寞感已经好几年没有过，声音机被孤单的留着，是忘记了呢，还是有意放着呢？晃了一下开关，仅仅传来沙沙的杂音，噪音并不刺耳。马上切断了开关，再次变得极静，无法停止的思绪在过去和现在中来回穿梭着。姐姐，我没能救出你，免得后来和你相见。想要赎罪的话，说不定一定必须做吧。祈求着被原谅的话已经太迟了，那样的话，我能做的事情恐怕就只有一件。我们这次的时光操作就到这边了，其实我根本只是在跑剧情而已，对吧？如果喜欢我的影片的话，请订阅我，或喜欢想看我们下期巧克力或是傲娇圣堂的粉丝团的话，请到我的频道的关于 RCID 我会打在说明那里，就是这样，谢谢大家的收看。